なっちゃって。今日は元気のロゴ返さない元気。座られます。あれでいいよ。そして一緒に窓口で祝おうということ。そしてあの中間のカップルと一緒に。前もあれじゃん、自分ら1台だけで車が、あとは自転車のお客さんが何人かおったけど、うん、そんなことがあった。はい。なんかねてあれや、通勤客がいっぱいでラッシュ時間のはずやけどな、もう爆笑は済んだとかな。一人もいないし、今日一人もいないし、明日もいるかわかんないですよね。で、令和で、そう、春は今日仕事どうだった？今日ですか？今日、夜、生放送に向かってるやつで。何を思ってるの？そう、それ終わりで、終わりで令和になって、何も難しいこと言うのか。小林の前に安倍さん的にロケしてるから、初めてましたよ。11時から人が現れる9時までの間の9時間そこにいればいいの。間違って入ってきたんや。待ち回れいやいや、どうしたんですか。何を言うか分かりませんね。あ、水族館そこなのに陸回りでもあるって。あらば、運転さんの他は3人、大人が3全運転手の全部いい、うん、はい、1630万円。あ、出てきた。フェリー乗りたくない。フェリー便利なのね。そこですよね。ねえ、ちょっとそれは陸で行くんですか、樽水の通って。あ、不思議ですね。はい、はい。フェリー代が高いのと思うんか。高いのっていう、安いじゃん。1100何本やろ。ん、1400。いやいやいや、形状1100何本や。どれもが入っていいか。入ってんやん、来い来いって言ってやろ。なんかすごい決まっちゃう。何が。いっぱい行くならずに出らんねえのか。うん、ある程度だったら時間は決まった時間。あるだろそれは。客が上がりが少ないね。はい、降りましょう。あ、降りられないかな。7000トンか8000トンぐらいを作る道具やったけどな。僕らもっと大きい船でしたよ。5万8000トンとか。それでさ、私なんかそこでアンローダーしてたらタワーのクレーンが荷物やらなんか下ろすのに届かんから、うん、タワークレーンの基礎工事に行ったわけ。アンローダーして移動してやら長いのが、コンテナなんかを積むやつがこう、うん、お願いいたします。ヒロミさんのリクエストはマイケル・ジャクソンの、まあ、ダンスをゼロフラッシュをやったり。ちっちゃいもんじゃん。何時間もかからんずに水の汲み上げおったもんな。式にはバックでポーンって海に下ろしよったかな。陸で組み立てちゃってレールの上でな、台車があって台車の上に乗っけて、
今のは1回だけやったんじゃなくて、車の車は。ピンポーズしてから10年ぐらい前に作りに来よったから、ここに250m 台なんかもな、これをこっちから向こうまで歩いていけちゅうたら大変やったの。